で俺は助けるんだ、みんなを。面白え、いい度胸してんじゃねえか。身はかける。お前がイバラを抑えられなくなれば遠慮なく切る。8年前だよ、たった一人の生き残りだろ。こいつは自由になるためにお前を利用している。これ以上白夜の者がイバラと関わることは許さん。儀式の日まで鬼を退けるにはイバラと三輪かけるの戦力が必要かと愚行します。そこまで言うのであればどれほどのものか試して。僭越ながらその役目この一サメにお任せください。タケル君、こんなことをするなんて聞いてはいません。本気の戦いでなければ意味がない。それでも私はイバラを信じます。お前には二つの道がある。ここで諦めてクソったれな人生とおさらばするか、踏ん張ってもう一度立ち上がるか。俺たちにはだろう。俺たちには二つの道がある。諦めるか立ち上がるか。よっしゃ、俺たちの本気見せてやる。あいつは全くイバラを疑わなかった。何も考えていないバカなのか、それとも